君じゃなきゃダメな奴隷少女一巻が出たので、まあ、この漫画についてレビューします。まあ、たまにはなんか両作についても摂取しておかないといけませんからね。この作品、まあ、コミックス月刊マガジンということで、まあ、講談社さんのものですね。ジャンルとしては現代ラブコメになってます。まあ、でもまあ奴隷少女ってことはまあそう、異世界ものっすよ。ある日家に帰ると玄関に奴隷少女のベルナっていう子がいましたと。主人公の男子高校生高橋大斗は、まあ、医者を目指すんだけど、まあ、奴隷少女のベルナって名付けた子と一緒に住むことになりました。でもベルナはあのこう異世界人だから、まあ、魔法を使ったりとか、あとはなんか、まあ、言語としてはまあ通じなかったりとかもするんだけど、でもまあ仲良く距離を詰めていくっていう、そういう、まあ、ダイトと、まあ、ベルナが距離を詰めていくっていう、そういうタイプのラブコメですね。でこう現代ものに異世界要素を付け足した系の作品で、まあまあ、ちょっと毛色は違うけど異世界おじさんとか、あとまあ今後の展開だけどあの江戸前エルフとか、まあ、その辺の系統っすね。まあ、それプラスラブコメっていう話が進んでくると、まあ、高校生の、あの、クラスメイトの女子とか、なんか別の、なんか異世界のお姫様、こっちはちゃんと声が、あの、意思は疎通はできるんだけど、みたいな子が出てきて、こう、ドタバタが広がっていく、みたいなところはあるんだけど、まあ、やっぱこう、ベルナがめちゃくちゃ可愛いっていう、うん。ちゃんとこう、ベルナが、あの、異世界から来てるから、まあ、魔法とか使って、なんか、いろいろ掃除片付けとかするけど、ここら辺、あの、他の人にバレないようにするっていうこともあって、まあ、そこら辺の異文化コミュニケーションみたいなのも、あるし、ベルナが大徳に懐いていくのもすごくいい感じっていう、まあ、そういう感じのなかなかいいラブコメだなと思った。まあ、異世界ラブコメ？うん。マガポケで読んでて結構面白いなと思った作品なので、まあ、そういう意味でも、まあ、結構、注目してる作品の一つですね。講談社はなんだかんだいろんな雑誌からマガポケに集められるのが強いよね。っていうことも実際確認した作品でした。以上です。